なりわいとは、好きなことを仕事にし、身近な困りごとを解決する小さなビジネスのことです。地域おこし協力隊の木之内さんと工藤さんは、市でなりわいを形にすることを目標としたプロジェクトに取り組んでいます。二人は現在、なりわい企業講座 in 由利本荘を開いています。講座は、今年7月から10月にかけて全6回の日程で行われています。まあ、材料とかにかかるかもしれないですけど、総合調べたらこのぐらいだったので設定してます。報告会は講座の受講生9人の経過報告の場として行われました。この日の中間報告会には発表を行う受講生や公表者、そして地域の人たちなどおよそ30人が参加しました。はじめに講師を務める鶴岡なりわいプロジェクト代表の伊藤恵子さんが、なりわいとは何かについて説明しました。続いて受講生がこれまでの報告を行い、自己紹介や自分のやりたい事業、その計画案について発表しました。このうち角さんはご飯作りを通した交流事業について発表しました。で、具体的にはみんなで一緒にご飯作ってみんなでご飯食べる、すんごい単純です。役割分担しながらとか、その場の空気を、空間をより良いものにしていける、いけるような関係性を構築しながら、どちらかというと料理教室じゃなくて、お母さんと子どもとか親戚同士で集まった時のご飯作りとか、そういったものをイメージしています。また公表者4人が発表に対する感想やアドバイスなどを行いました。その今の世の中、このみんなで作ってみんなで食べてとか、結構もう一人でご飯食べちゃってるとか、コンビニのご飯仕事忙しいから夜ご飯コンビニだとかいう人も多いと思うので、そのみんなで作ってみんなで食べられるっていう場所はすごい貴重な場所だと思います。なりわい企業講座に初めて参加させてもらいまして、受講生として本当にいい仲間に出会えたなと感じています。私は移住してきたばかりなので、改めてこの町には面白い人がたくさんいるんだなっていうふうに思って、これからどんどん町の人とつながっていきたいなって改めて思いました。実際に自分が考えた事業を形にできるように、そこももっと人とつながっていかないと実現できないものだと思うので、より人脈を広げていけるように自分なりに頑張っていきたいなというふうに思っています。皆さん の, こ, のこれからやりたいっていうことを聞くと、やっぱり自分もなんかますます頑張ろうっていう気持ちにもなりましたし、皆さんと協力してできることがいっぱいありそうだなっていうのを感じました。なりわい企業講座って仲間がいて成り立っている、仲間がこう助け合ったりっていうのも魅力の一つで、なんかそれぞれが頑張るだけじゃなくて、なんか力を合わせてなんか何かが生まれたらすごいいいなと思ってるので、そこを私は楽しみにしてます。この日発表した9人は、会場で出た意見をもとに自分たちの案を改良し、来月最終の報告会を行う予定です。